ノーマルの方が早いのかな。ダイヤが大幅に乱れ、お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。次は岩戸台。岩戸台です。この電車、辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。
あ、まんまじゃん。ようこそ。遅かったね。長い間君を待ってたよ。この先へ進むならここに署名をして。一応契約だからね。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。名前どうしよっかな。ちょっと待って、俺デフォ太郎がいいんだよな。太郎とかじゃねえよ。あ、映画版にしよう。勇気誠なんだ。まあ勇気っぽいな。ルイシロ、ルイシ勇気。あ、違う、断りだった。読み仮名とかないよ。ゆいしろ、り、まこと。確かに。デフォーオートにできないか。誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ耳と目を塞いでいてもね。さあ、始まるよ。誰？この時間にどうして？まさか。待て。あ、明かりが。
到着が遅れたようだね。ペピアボさん、お、なんかできないのか。私はキリジョウミツル、この寮に住んでいるものだ。強く行く。誰ですか。彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか。さあ、彼女は竹葉ゆかり、この春から2年生だから君と同じだな。竹葉です。ヘダジャン A の人。え、あ、なんていうか趣味っていうかあ、いや趣味なわけないや。世の中物騒だからな。護身用といったところさ。もちろん弾が出るわけじゃない。マゴ先生、今日はもう遅い。部屋は2階の一番奥に用意してある。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんでついてきてください。この部屋だね。一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？え、署名？何のこと？あの、ちょっと聞きたいんだけど、駅からここまで来る間、ずっと平気だったの？どういう意味って。その様子だと本当に平気みたいだね。ならいいんだ。ごめん、気にしないで。じゃあ私は行くね。あのさ、いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。おい、あー、他のは見えない。自動補正、オートないんか。ああ、歴代のキャラになれるやつ。珍しいでしょ。特にここ
海の上進むみたいな感じで好きなんだ。あ、学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド、人工島の真ん中にうちの学校があるの。ほら見えてきた。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。ここからは一人で大丈夫だよね。まず先生に挨拶か。職員室はこの先を左に入ってすぐだから、詳しいことはそこでね。以上、ナビでした。何かわからないこととかある？さあ、まだクラス分け見てないし。あのさ、昨日の夜、いろいろ見たでしょ。あれ、他の人には言わないでね。じゃあね。こんなあったっけ？ないよな。ちょっとミア、なんでジャージできてんの？なんでって、放課後部活あるし。部活やる前に始業式とか授業とかあるでしょ？教室行って早く着替えてきなよ。せっかくって分かったよ、そう睨むな。で、クラス分けの掲示板ってどれよ？そこっていうか、ミアは F 組、私は別のクラスだから面倒見てらんないんだからね。犯人は鳥海先生？確かに年上だけどさ、加納先生が良かったな。これはかわいそう。かわいい、かわいい先生。クリームパンって。いいか、なんか言った気がするな、これ。なんか思い出したな。我が校では社会に出て活躍できる武士を育てる教育を進めておる。わお、最高です。武士も泣かずば高用事です。そうだそうだそうだ、そうなんだよ。君は異国生まれのようだが、わかってるね。
お、でもちゃんと歩ける。間違いないわよね。結構転々としてきてんのね。ご両親は10年前の。あ、ごめん、バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。私は国語科主任の鳥海です。よろしくね。名前なんて呼ぶことないでしょ。変なこと聞かないの。クラス分けも見た？君は私の担任する F 組よ。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。アイネするわ、ついてきて。諸君らの新しい一年の始まりにあたり、文筆品品しかるのち君子という言葉を紹介します。これの意味はと言いますと、ねえねえ、今朝竹場さんと一緒に登校してたのって君だよね。見てたぜ、仲良さげだったじゃん。君ってさ、竹場さんとどういう知り合い？つうか竹場さんって彼氏いんの？その辺誰も知らなくてさ。やっぱそっか、だよな、いるよな普通。てか君はどういう関係なわけ？おや、なんか話し声がしましたね。鳥海先生のクラスのあたりですか？たく、静かにしてよ。怒られるのは私なんだから。よっ、転校せ。あ、野球。なんだよ、そんなマジびっくりした顔すんなって。ん？俺か？俺は伊織純平。純平でいいぜ。実は俺も中2の時転校でここ来てさ、転校生っていろいろと一人じゃわかんねえじゃん。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつだろ。ユカリッチじゃん。また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰から構わず慣れ慣れしくしてさ、ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。お、なんか、驚いた。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか。てか実際聞きたいことあんだけどさ、お二人さん仲良く一緒に登校したんだって。詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。何でもそういう話に結びつけすぎだっての。てかそもそも噂になるの早すぎ。不安だな、そういうの。ちょっといい？あのこととか言ってないよね。
と昨日の今日でしょ。昨日の夜のこと本当言わないでよ。な、何？昨日の夜って、ちょ、なんか誤解してない？とにかく彼とは昨日会ったばっかで、ほんと何でもないの。まったくもう。じゃあ私弓道部の用事あるから行くけど、変な噂広めないでよ。別に噂なんてどってことないじゃんなあ。ちょい自意識過剰っぽいよな。でもすげえじゃん転校生、初日から浮いた噂なんてよ。あいつあれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ実際。まあそんなわけだからこれからよろしくな。もう帰んだろ。なら駅まで一緒にどうよ。懐かしい。そうかな。なあ運動部。ああ、お前どっか部活入ったりする？新規入部ってことになるからまだもうちっと後だけどな、入れるの。つか寮なら最寄りは岩戸台か。いいよな寮生活、なんか青春って感じ。んじゃ俺こっちだから、また明日な。
おかえり。だ。
ちょっと出てくる。ん？気づいてるか？このところの新聞記事。ああ、それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥り、最近流行りらしいが、記事ではストレス性ということで片付けられてるが。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。出なきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か？なに、心配ない。トレーニングのついでだ。まったく、秋彦のやつ、遊びじゃないんだぞ。ワン、ツー。なるほど、彼か。いや、こんばんは。私は幾月修司、君らの学園の理事長をしているものだ。幾月、言いにくいだろう。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断するとかみかねん。ま、かけて。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるかい？変なもの？何のことだい？多分疲れてたんじゃないかな。あまり気にしないことだ。他に質問はあるかい？
なぜって、君を迎えるためさ。ダメかい。ああ竹葉くん、そういえば桐城くんは。はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいのに。他には何かあるかい。この寮の住人は君を含めて4人だ。ここにいる竹葉くんと、それから桐城くん、あと3年生の男子で真田昭彦くんという生徒がいる。一つ仲良くね。他に聞きたいことは。よろしい。じゃあ良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろ、グーグーなんぼ。なんちゃって。ごめんね。さて私も部屋戻ろっと。理事長も言ってたけど早く休んで。転校って慣れるまでは気疲れするしさ。おやすみなさい。お疲れ様。どうだい彼の様子は。先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼は。まあとりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。いいじゃん、行こうぜ。外とかまだちょっと寒いさ。なん？え？どうする？マイミー。全然行きたいのは行きたいけど、何気に親とかさ。関係ねえじゃん、メールしときゃバレねって。まあ、行っちゃおっか。つまんね。大マジだって。超ビビった俺。作ってない？ゲージャープレゼンツ、ザ・ベイハッピーチューナーズ。来週もまたこの時間にお会いしましょう。この番組は人に永遠の快適時間、霧城エレクトロニクスの提供でお送りしました。0時です。平然と眠ったままか。毎晩0時になるたび訪れるこの影時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化して、この時間があることすら感じない。じゃあ彼は。見ての通り、彼に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど、彼は今ちゃんと影時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。というかあるんだろうね。なければ今頃奴らの餌食になってる。餌食ですか。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。似てんな声。お目にかかります。似てる似てる。こちらはエリザベス、同じくここの住人だ。
エリザベスでございます。お見知りおきを。ここは夢と現実、そうか、お姉さん、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき対価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。現実のあなたは今は眠りの中にいらっしゃる。いわばあなたは夢としてここを訪れているにすぎません。しかしいずれはご自身の足でいらっしゃる機会もあるでしょう。これをお持ちなさい。またお会いしましょう。よう、調子どうよ。今だろ、帰りどっか寄ってかね。そりゃお前、寄るっつったら。ああ、そうか、お前越してきたばっかだもんな。んじゃ、案内してやるか。すぐそこだし、行こうぜ。ここがポロニアンモールな。学校のやつらとちょっとどっか行くべーってなるとここだな。カラオケとかゲーセンとか、あと CD 見たりとか。あと CD ショップなんてないぜ。クラブ、ええ、行ったことありませんけどね。変わり映えしねえけど、まあ贅沢は言えねえよな。とりあえず CD でも漁って。新しいやつ出てんじゃんか。ここはやるしかねえ。見せてやるよ、俺のクレーンさばき。あっちくしょう。
や、絶対取ってやる。あ、ちょっとお前横から見てくれね。もう一回、もう一回だけ。おかえり。そういえば、私は すぐ寝かそうとする。大様子は少々疲れているようです。着替えもせず眠ってしまった。ですがその他は昨夜と変わりありません。やはり興味深いね。彼はたとえ影時間への適性があっても初めはもっと不安定になるものだ。記憶が消えたり混乱したりね。今までの誰とも違う実に例外的なケースだよ。でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼はクラスメートだそうじゃないか。同学年の仲間ができれば君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。明彦か、どうした。すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。あいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから一応知らせておく。それ奴らがここに来るってことですか。理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ明彦。大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。見たらきっと驚く。面白がってる場合か。真田君、奴らなのか。はい、ただ普通の奴では。何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室。竹葉、君は2階にいる彼を起こして裏から逃がすんだ。先輩たちは。ここで何としても食い止める。明彦、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。奴らの方が勝手についてきたんだ。まったく、何してる。早く行け、竹葉。わかりました。
悪いけど説明してる暇ないの。今すぐこっから出るから。とにかく急いでるの。1階の裏口から外へ出るよ。あ、待って、念のためこれ持ってて。じゃあ一気に行くよ。片手でお前。襲ってきた化け物シャドウ、待て。やはりか。
だ今のは。そんなに違うんだな。あ、効くんだ。せっかくでアギウドで。ワンモア。覚醒したショックで意識を失われたのです。ほう、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナという力、もう一つのあなた自身なのです。ペルソナとは、あなたがあなたの外側の物事と向き合ったとき、表に出てくる人格、さまざまな困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。ペルソナ能力とは、心を御する力。心とは、絆によって満ちるものです。他者と関わり、絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。よくよく覚えておかれますよ。さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時には、あなたは自らここを訪れることになるでしょう。ではその時までごきげんよう。気がついた。気分はどう？ああ、よかった。やっと起きたよ。本気で心配したんだから。体の方は心配ないって、過労みたいなもんらしいけど。あのさ、ごめんね。あの時は何にもできなくて。でも驚いた。すごいね、あの力。シャドウのことね。シャドウは私たちが戦っている敵。
それにあなたが使った力はペルソナって呼ばれてる。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。私のお父さん、小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて、あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、この辺りで大きな爆発事故があったの。お父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。お父さんが勤めてたの、霧城グループの研究所だったの。だからここにいればお父さんのこと何か分かるかもって思って、学園に入ったのもこの前みたいなことやってるのもそういうわけ。もっとも怖くてあのありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいでこんな。でもごめんね。それに起きた早々こんな話、待ってる間いろいろ考えちゃってさ。今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。目が覚めたらすぐ退院できるって言ってたから、今日のうちに戻れると思うよ。じゃあね。おう、おかえり。違うっての。もういいかな。さ、やっぱり今日は一緒に帰らない？うん、どうせ同じとこに帰るんだし、ちょっと心配で。昨日の今日で学校来て、帰りにまた倒れたりしたら大変でしょ。
半分は私のせいだと思ってるから、それぐらいさせてよ。だからほら、行こう。無事到着。大丈夫そうでよかった。じゃあ私先に行ってるね。朝言った通り4階まで来て。もう理事長も来てると思うから。体の方は大丈夫そうで何よりだ。安心したよ。退院早々ここへ呼んだのは他でもない。君に話さなきゃいけないことがあってね。ま、かけて。あ、そうそう、前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君だ。よろしくな。さて、いきなりであれなんだけど、実は1日は24時間じゃないなんて言ったら君は信じるかい？まあそうだろうな。しかし君はもう実際にそれを体験してるんだ。初めてここに来た夜のことを覚えてるか？あの日君はいろいろと不思議な体験をしたはずだ。消える街明かり、止まってしまう機械、道に立ち並ぶ棺のようなオブジェ、うすうすは感じたんじゃないか。自分が普通と違う時間をくぐったこと。あれは影時間。一日と一日の狭間にある隠された時間だ。隠されたというより知りようのないものってとこかな。でも影時間は毎晩深夜0時になると必ずやってくる。今夜、そしてこの先もね。普通のやつは感じられないってだけだ。みんな棺桶に入ってお休みだからな。けど影時間の一番面白いところは見た目なんかじゃない。お前も見たろ、怪物を。俺たちはシャドウと呼んでる。シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいるものを襲う。だから俺たちでシャドウを倒す。どうだ、面白いと思わないか、アキヒコ。どうしてお前はいつも痛い目を見たばかりだろう。まあいいじゃないか、ちゃんと戦ってくれてるわけだし。結論を言おう。我々は特別課外活動部。表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ばれた集団なんだ。部長は霧城満君、僕は顧問をしてる。シャドウは精神を食らう。襲われればたちまち生きた屍だ。無気力症、君も聞いたことがあるだろう。我々はあれを影人間と呼んでいる。このところ騒がれてる事件もほとんどが奴らの仕業だろう。残念だが影時間に警察は機能しないな。実はごく稀にだけど、影時間に自然に適応できる人間がいてね。そういう人間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ。あの時君が使ってみせた力さ。シャドウはペルソナ使いにしか倒せない。つまり奴らと戦えるのは君たちだけなんだ。飲み込みが早くて助かるよ。要するに君に仲間になってほしいんだ。君専用の召喚機も用意してある。君の力を貸してほしい。
た断るかと思ってた。ちょっと心強いかも。いやー感謝するよ本当に。ああそうそう、君の寮の割り当てだけどね、このまま今の部屋に住んでもらうことにしよう。偶然のびのびになってたけど、こりゃ怪我の巧妙だね。偶然のびのびってあれは調子というか。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝愚者のペルソナを生み出せした時、我らさらなる力の祝福を与え。今日の話は以上だ。今後の活動についてはおいおい説明させてもらうよ。君たちもこんな週末の夜に集まってもらって申し訳なかったね。明日は日曜日だし、ゆっくりして。ではこれにて解散で。あれ、分かりにくかったかな。ほら日曜日はサンデーだろ。サンデー、解散で。元気かい？前にも会ったはずだよ。もうすぐ終わりが来る、なんとなく思い出したんだ。だから君に伝えなきゃと思って。全ての終わりだよって言っても、実は僕もはっきりとは分かんないんだけどね。それよりとうとう力を手に入れたみたいだね。それもちょっと変わった力みたいだ。何にでも変われるけど、何にも属さない力。それはやがて切り札にもなる力だ。君の在り方次第でね。初めて会った時のこと覚えてる？交わした約束はちゃんと果たしてもらうよ。僕はいつでも君を見てる、たとえ君が僕を忘れててもね。じゃ、また会おう。ねえ、いるの？いるなら下まで来て。真田先輩が呼んでるから。呼んできましたけど、どうしたんですか？わざわざすまない。紹介したい奴がいるんだ。おい、まだか？ちょっと待って。もう、え、順平？なんであんたがここに？紹介ってまさか。2年 F 組の伊織純平だ。今日からここに住む。どうもっす。今日から住むって嘘！何かの間違いでしょ？この前の晩偶然見かけたんだ。目覚めてまだ間もないようだな。こいつにも間違いなく適性がある。事情は大体話してあるが、俺たちに力を貸すそうだ。適性があるって、それ本当なの？俺、夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたらしくてさ。つか、正直あんま覚えてないんだけど、見られてたみたいで恥ずかしい。でもまあ、なんつうか、最初のうちは仕方ないんだと。記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。君たち、そういうの知ってた？
強がっちゃって。まあこれペルソナ使いの常識だからけどさ、正直驚いたぜ。お前らもそうだって聞かされた時はさ。まあでも知ってる顔いてホッとしたっつか、さすがに一人じゃ不安じゃん。お前らもさ、俺っちが仲間になって本当んとこ嬉しいだろ。え、まあね。そういうわけだ。よろしく頼んだぞ。だいぶ戦力が整ってきたな。これで始められそうだ。お、早速何か始まるんすか。いやー、ワクワクするっす。これだけ頭数が揃えばあの場所に挑める。あの場所ってタルタロスですよね。タル…なんすかそれ。影時間の謎を解く鍵がある場所だ、おそらくな。謎を解く鍵か。明日の夜、理事長から詳しい説明がある。そのつもりで準備しておいてくれ。ちょっといいか。今晩4階の例の部屋に集合してくれ。伝えたいこともある。お、早速あれのことっすね。詳しい説明はその時にな。じゃあ伝えたぞ。ほんと要件だけ言って去ってったな。私たちと違って忙しいんでしょ。生徒会とかそういうのでさ。え、あれ、ユカリッチってキリジョー先輩のこと嫌い？別に嫌いじゃないけど。さーて、ようやく終わったな。呼ばれたのって早速ってことだろ。早いとこ帰ろうぜ。まさかの人身事故で遅延とか。もう暗くなってるしよ。最近こういうの多いよな。無気力症とかいうのも流行ってるし、世の中ヤバすぎだろ。みんなもうついてるってよ。俺らも急がねえと。俺腹減ったんすけど。この商店街便利だよな。割と食い物揃ってるし、夜もやってるし。そういや、上のラーメン屋もさ、夜限定の裏メニューとかっつって。おお、分かってるって。よし、全員来たようだね。うっす、早速始めちゃいましょう。それじゃあちょっと聞いてほしい。我々の要するペルソナ使いは長い間キリジョー君と真田君の2人だけだったけれど、最近トントン拍子に仲間が増えて、今や5人にまで増えてる。そこでだ、今夜0時からいよいよタルタロスの探索を始めようと思う。昨日も聞いたんすけど、その、タル、なんとかって何なんすか？タルタロスね。
てか純平、あれマジ見たことないの？はて、見てなくても不思議はないさ。何せタルタロスは影時間の中だけに現れるからね。影時間の中だけ？シャドウと同じってことさ。面白いだろ。特別課外活動部はシャドウと戦うための集団だ。しかし影時間に現れるシャドウをただ闇雲に倒したところで根本の解決にはならない。その元を立つ、つまり我々は影時間自体を消滅させることを目指している。よくわかんねえすけど、じゃあそのタルタロスを調べりゃ影時間が消せるってこと？まだ確証はない。曖昧な答えで申し訳ないが、それを調査するのも我々の仕事だ。とにかく今は情報が欲しい。我々がそこで触れるものは全てが有力な手がかりになるだろう。だからタルタロスの探索は我々の最重要課題なんだ。シャドウは人知れず、だが確実に社会に影響を及ぼし始めてる。世界の命運は君たちペルソナ使いにかかっていると言っても大げさじゃない。責任重大っすね。やっぱ正義のヒーローは負けらんねえ。それに俺たちのスキルアップにもうってつけの場所だ。あそこは行ってみればシャドウの巣だからな。おう、シャドウの巣っすか。っていうか先輩、その体で行くんですか？秋彦は怪我が治ってない。同行はしてもらうが探索は無理だ。分かってるぞ。先輩の分は俺がバッチリカバーしますって。なんか不安だな。理事長はどうされますか？僕はここに残る。どうせほらペルソナは出せないしさ。は？ここ？どういうことっすか？ここって学校じゃ。見てればわかる。ほら0時になるぞ。これがタルタロス。影時間の中だけに現れる迷宮だ。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校どこ行っちまったんだよ。影時間が明ければまた元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウの巣って、てかおかしいっしょ。なんだってうちの学校のとこだけこんな。先輩たちにもわからないんすか？ああ、きっといろいろあるんでしょ事情が。わからなきゃ調べればいい。ここを本格的に探索するのは俺やミズリにとっても今夜が初めてだ。ワクワクするだろ。どう見たってここには絶対何かある。影時間の謎を解く鍵になるものがな。秋彦、意気込むのは勝手だが探索はさせないぞ。うるさいな、何度も言うな。おお、中もすげえな。
でもやっぱ気味悪い。ここはまだエントランスだ。迷宮は階段の上の入り口を抜けてからさ。まずは慣れてもらう。今日の探索はお前たち3人だけで行け。え、新人だけでですか？深入りさせるつもりはない。それに必要な情報は私がここから通信でナビゲートする。それとな、現場でのチーム行動を仕切るリーダーを決めておこうと思う。リーダー？それつまり探検隊の隊長？はいはいはい、俺俺。お前がやれ。なんですか、こいつ隊長っぽくないっしょ？あのね、彼はもう実戦経験者なの。え、マジ？確かにそれもあるが、選んだ理由はもっと簡単だ、純平。それに竹馬もだが、ペルソナの召喚、あいつのようにちゃんとできるか？もちろんす、バッチリ決めますって。私も大丈夫です。相手はシャドウだ。できなきゃ話にならないぞ。はい、分かってます。よし、行ってこい。準備はいいか、リーダー。頼もしいな。どうしたの？待ちしておりました。いよいよその力使いこなす時が訪れたようですな。今から挑まんとする塔は果たしてなぜ生まれ、何のために存在しているのか。残念ながら現在のあなたではまだ答えを導くことはおできにならぬでしょう。だからこそ進まれる前に知っておかれるがよろしい。ご自身の力の性質というものをね。あなたの力は他者とは異なる特別なものだ。いわば数字のゼロのようなもの。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れず掴み取るのです。あなたの力はそれによって育ってってゆく。よくよく心しておかれるがよいでしょう。さて、いよいよ私も忙しくなりますな。次からはご自分の意思で扉を開けてここへ来られるといい。その時こそ私の本当の役割、あなたへの手助けについてお話ししましょう。では、再びまみえる時までごきげんよう。ちょっと、大丈夫？どうしちゃったわけ？ぼーっとしちゃってさ。は？扉？わけわかんねえな。夢でも見てた？なんかぼーっとしてたよ。リーダーなんだからさ、寝ないしょ普通。ついてくからさ、とにかく行こう。リーダー、
しゃ。おい。うん。よし。いよいよこっから本番か。なんかすぐ迷いそう。三人とも聞こえるか？な、先輩？ここからは私が声でバックアップする。覚えておいてくれ。え、中の様子がわかるんすか？私のペルソナの特性でな。実はこのタルタロスは中の構造が日によって変わってしまう。私もそちらへ加わりたいところだが、外からのサポートが欠かせないんだ。うわ、ますます迷いそう。ところで今君らのいる場所はすでにいつ敵が出てもおかしくない。敵のレベルは低いはずだが、注意して進めよ。習うより慣れろだ。うっす。了解です。たく、なんか勝手だな。では行動開始だ。シャドウを片付けてくれ。できる限りサポートはする。多くを学んできてほしい。
と、あ、でも全然違え。あ、コンテンだ。もやりますな。その調子だ、タケバ。次は君も試してみてくれ。
待通りの活躍だった。うんうん、思わず見とれちゃったぜ。調子いいんだから。よし、これで全員がペルソナを扱えるようになったな。リーダー、仲間の個性を意識しながら敵と戦うように指揮してくれ。まだ敵の反応は残っているな。探索を続けよう。ああ、うん、あれ、なんか箱みたいなのが見えるんですけど。ああ、タルタロス内にはこういった箱が点在しているようだ。戦闘に役立つものも入っている。積極的に確認して活用するといい。つまりは宝箱ってことっすね。よし、そういうことなら早速開けてみようぜ。有益なものが入っていたようだな。使い道は君に任せよう。気づいてないようだ。ちょうどいい。そのまま背後から仕掛けてくれ。うっかり敵の前に出るんじゃないぞ。戦法についてだ。まずは敵一体の弱点をついてくれ。ちなみに敵の弱点などの情報はこちらで記録している。忘れた場合は私に指示してくれ。すぐに伝えよう。よし、もう一体
体もダウンさせろ。そこから総攻撃に移るぞ。総攻撃？ああ、敵全体がダウンした隙をついて味方全員で一斉攻撃を仕掛けるんだ。当然敵はこれを避けることはできない。最も確実な攻撃手段と言えるだろう。おお、なんかかっこいいっすね。早速やってみようぜ。演出はここなんだけど、ここっすか。シャドウ、俺らの華麗な総攻撃。チャンスって思ったら体が勝手に動いちゃった。見事なチームワークだ。即席のパーティーとは思えないな。戦いは流れをつかむことが重要だ。今のように連携を大事にしてくれ。では学んだことを生かしながら探索を続けよう。されないように立ち回るんだ。なんだこのカメラ。もう一個下げるか。なのは現場の判断だ。サポートは引き続き行うが、ここからは君たちの好きに戦ってみてくれ。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。
の消滅を確認した。よくやったな。あの、さっきのあれって。ああ、どうやら彼には複数のペルソナを扱う力があるようだ。先日の件で予想はしていたが、これで確実になったな。よし。違いますね。ああ、その箱は特殊な方法で施錠されたものだ。箱自身の仕掛けで解錠できるんだが、影時間で作動させるにはあれがな。お前、何それ。もしや。かっこいい開け方。やるな。機関装置を見つけたようだな。ではエントランスまで戻ってくれ。よし、全員戻ったな。どうだった？緊張が解けたからか。数をこなしていけば時期慣れる。すっげえ、自分の力っての初めて実感したぜ。でもなんでだ、なんか妙に体がしんどいんすけど。単なるはしゃぎすぎじゃないの。んなこと言って、ユカリッチだってもろバテ気味じゃんか。バテるってか、なんか息苦しいよな。何これ。それは影時間のせいだ。平時よりずっと早く体力を消耗するからな。心配ない、じき慣れる。しかし想像してたよりもいけそうじゃないか。明彦もうかうかしていられないな。抜かせ。よし。やるな。なあ。
ごめんな。全校朝礼を終わります。続きまして、生徒会から新しい役員の紹介があります。生徒会代表、生徒会長、3年 D 組、霧城充さん。はい。やっぱ先輩に決まったんだ。ま、あの人の人気すごいもんね。なんつっても霧城だもんな。オーラ出てるっつうか、近寄りがたいっつうか。しかも霧城グループってこの学校の母体なんだろう。生徒会長という大役を拝命するにあたり、私の初心をお話ししておきます。学園がよりよくあるために一人一人の積極性は確かに大事です。しかし全員が一つの思いを一年間ずっと切らさず置くのは簡単ではないでしょう。大事なのはそれが途絶えても確実に回る仕組みをいかに作っておくかです。そのために各自の中の明日への思いを確認し、今この青春の時をどう過ごすのか、現実から逃げることなくいかにして未来を直視するのか、全てはそれにかかっています。私一人の視野では見えないものもたくさんあるでしょう。充実した学園生活を共にするため、皆さんの知恵と力を貸してください。よろしくお願いします。すっげえ、なんだあれ。お前意味わかった？だよな、住んでる場所が同じったって距離を感じるな。やっべえ、俺感想とか聞かれたら言えねえ。はーい、始めるわよ。変ならポロニアンモールよってかね。今のうちに買い物とか済ませた方がいいだろう。夜にはスタンバっとかなきゃだし、あそこ薬局とかあるしさ。冒険すんなら傷薬とか定番っしょ。だから当たり前だっつの。俺らがやらずに誰がやる。理事長も言ってたもんな、世界の命運は俺らにかかってるって。んじゃ行きますか。まずは学校を脱出しようぜ、リーダー。来たわよ、真田先輩。待ってください。お前真田さんのことをよく知らないだろ。いいなあれ。ま、俺も仲間に誘われるまでほとんど話したことなかったけどな。前線無敗のボクシング部主将。確かにかっこいいと思うけどさ、普通ボクシングってこんなキャーキャー騒がれるもんか。漫画でも見れないぜあんなの。
今からどっか遊びに行くんかな。おいお前たち、これから暇か。え、あ、俺らっすか。もちろん暇っす。それってひょっとしてその子たちと。バカ、ヒーローにだって休息は必要だろう。どうした、行けるのか行けないのか。あ、全然大丈夫っす。なら今からポロニアンモールまで二人で来てくれ。場所は知ってるな。そこの交番で会おう。いいな。え、交番？真田さんのお友達と遊びに行くとかじゃないんすか。友達？この子たちのことか。いや、名前も知らない。正直うるさくてかなわん。とにかく俺は先に行くからな。必ず来いよ。ちょっと先輩、少しは相手してくださいよ。優しいやつ。名前も知らないって一人もか。ありえねえだろ普通。あれ、どかさなきゃいけないやつだ。やっぱり Xbox 動してんだ。あれ、どかさなきゃダメだよ。あっちもむつ。イカ食えたの普通にやる。普通にイカ食えたし柔らかかった。とゲームした。いやいや、破れたらやべえもん。しかも食うとき絶対袋から結局出すんだから、そうした方がいいだろう。やめるか。見てこのか、見てこ、え、見てこのかっこいいメニュー画面。ほら見てこのスキル。ほらかっこいい。でフォーメーってか、これアニメ版の。そう、ペルソナ自分の名前するとあれなんだよな。じゃあ、知らないこれ。俺このゲームやるとさ、絶対あの1回のプレイでそのコミを全部やりたいの、ね、よ。2周目したくないよ。いやでも、いや早送りみたいなモードあるから全然できんだけど、そのために俺はめちゃくちゃ優等生になるの。正直。普通に、そのためには。セーブしてやめるか。すごいね。これロールバック感。ちょっと戻るって。やっちゃったやつ。